はい、皆さんこんにちは、グッズでございます。今回はね、マザー3の方実況プレイやっていきます。パート2でございます。前回はですね、フリントンの奥さんが殺されというか、まあドラゴにやられまして、まあ、死んじゃったことが判明したんですよね。それで、フリントンは、怒ってしまい、周りにね、我を忘れて乱暴なことをするんですよ。で、それで、捕まってしまったんですけど、双子の兄さん、お兄さん、の、誰やったかな？誰忘れたわ。お兄さんの方にリンゴの差し入れもらいまして、その中にヤスリが入って抜け出したっていう感じなんですよね。で、まあ、お兄さん、リュウカイだとお兄さんの方が、強くなるって抜け出したんですよ。それを追いかけるのに、まあ、向かう途中かな。はい、今、その前に、アイテムが、ドラゴンの牙を取りに行かなあかんねんけど、その前に、アイテムがいっぱいすぎるので、さっき装備やな。これね、ボディ多分ね、やっぱりできんな。と、なんかパンを、なんかとかな、キーに変えるとこなかった。これちょっと変えます。あれ、どうやって無理なのか、ママがパンやクッキーを作ってくれるわって、1個あったらクッキーができるわ。どうやって作るの、自分のところで作らなかったの。作ってはクリアせんの。自分で作れる？効果もできるだっけ？ここで渡されるのかな？無理か。開いたな。あ、いや、もう後で、ここで使うのか。そうでもないな。まあいいや。まあ行きましょう。なんかね、誰やったかな？誰かのところに、なんかドラゴンの牙が手に入ったから取りに来いって、で、そこに取りに行きます。で、このゲームね、前回言い忘れたんですが、買い物とかをできるのは大体第5章かな？リュカの時に、物を交代できるんですが、カツガツの商人においては、多分物を買うことができなかったと思います。忘れてたすいませんね。フリント、何も言わずに受け取ってくれ。レン・ドラゴンの牙だ。俺が武器に付き替えておいた。ドラゴンの硬い皮を貫けるのはドラゴンの牙だけだ。他のどんな武器でもドラゴンだけは倒せない。お、手に入れたね。辛いかもしれんが、お前が持っていた方がいい。装備しましょう。あれ？ないや。ないじゃーん。あ、アイテムとして持ってるだけか。あ、装備はできんのね。ライターも何か渡したがっていたぞ。西の海岸に行ってみるといい。なるほどね。西に行きます。アイテムいっぱいやんな、でも。どこにおんの？どこにおんの？これか？保安か。ああ、安全。
父ちゃんあれから元気ないんです。声をかけてあげてくれませんか。あ、これ取られへんの。親方だったらカラーにもなくしんみりと海を見ながらもぞもぞ歩いていましたよ。宿借りかよ。ツッコミティンティン。すいません、漫才練習してますよ。いやいや、新年早々ありがとうございます。あれどこ行った。あるよね。これ何？あ、飛んでいこうか。箱開けた。あ、ちょっとキノコいらないね。これ以上持てないんだよ。知ってる。こっちです。これかな。なんかあるよ。問題なし。そうな。上か？なんかあるな、みたいな。なんもないな。まあいいや。誰もいねえじゃん。しか。お、誰？私、7、海が好きなの。どこ行ったのあいつ。これか。誰もいねえ。これは取られ。グルグッグー。あ、それだけね。親方どこ行ったの。親方、え、親方いねえじゃんか。あ、おったおったおった。しかし、お前があんなに取り乱すとはな。だけど、お前があんなになっちまったら、お前を頼りにしてるガキはどうすりゃいいんだ。わかるだろう。男ってのは辛いもんだ。クラウスは本気でひなわさんの仇を打つつもりに違いねえ。あ、クラウスだった。早く追いかけてやらねえと、お前にこいつを貸してやるぜ。男の、あ、男気のバンダナ、やった。心配するな。ちゃんと洗ってあるから清潔だぜ。すげえな。ちゃんとこういうセリフは言ってもまだやねんな。うん、装備しましょうか。できるやろ、多分。頭。おー、めっちゃ上がるよ。これで、もう終わりか。あ、これでもう、あいつに行くねんな。親方こと好きなんです。今回のことは父ちゃんもかなり答えたみたいなんです。そうな、あのライターがね、止めるためにね、主人公を殴るんですよ。それでちょっとしみ、落ち込んでるんですよね。登場人物多くて忘れちまうな、名前が。レジのところか。早い、第一章結構長いよね。行って、とりあえずセーブして行きましょう。上の方を目指しましょうか。多分もう行けると思うねんけどな。そんなにレベルはもう11やしな。火力もあるしな。てか、リーダー。リーダーか。行っていいのかな？あ、違う。なんか新しいの。カマキリに会ってしまった。あ、やべ、弱い。
うさ、あ、き、ネズミ年、ネズミ来た。ネズミ年。6倍マウス、かわいい。痛い、エビ。無視しようかな。あ、うう。2発でいけんな。あ、レベル上がった。これ、どやったっけ。上か。こまめにセーブあるの嬉しいよね。そう、前みたいにあのね、電話やから家の中じゃないよ。なかったんですよ。で、今回で帰るやからね、その辺におるっていうシステムが。ああ。ちょっとどっけしかこれ持っていけんねんな。よし、後ろ取った。ここやろ。ああ、無理やった。難しい、あれ。いやうん。オッケー。いいね。ね、僕の、あ、何回も言うんです。僕のツイッターのね、ツイッター YouTube、YouTuber の友達がね、マザーワンのね、実況プレイしてましてね。でね、すごいね、編集にこだわって作ってるのでね。その人の名前が、RPG ストーリーズさんという名前なんですけども。まあ、興味あったら見に行ってやってください。うやわ。やばい、毒消しねえよ。一個だけあるな。指はちょっと、あ、どけちゃうね。なんか性能値。あー、なんか、あの、はい、わーって、指まで来た。これ、気合で振り回す。やばい。あー、やばい、どこ、あー、うえ、うっそやん。あ、違う、あん、やってもらった。もう大ピンになってるよ。ちょっとやばいよ、これ前でもやばいよ。早く当たって、よし。アイテム使ったばっかりじゃんか。違う、装備じゃないな。あー、どっけしめっこしかない。あ、そう、鉱物があったんか。中で、そうそうそう。鉱物によって火力のが違うね。けども。もう大ピンチになってんな。あ、もうね、あ、うえ、来た。あれ、早いんかな。なんか、結構相手が早い。あ、こっちが遅いよな。オッケー。あ、ヘビやな、ヘビや、ヘビや、どっけしがないからいけろ、オッケー。あ、なんかおる、なんかおる、これだな。え、居候してた家が焼けなくなっちゃった。旅に出るしかないな。あ、え、あ、何よ、あれ、何なの、消えたわけ。え、あれ何、あれ、これだけか。これは何しにしてたんだ。マップ変えてないから。あ、しまった、ここじゃないのか。ちょっと元戻るか。ちょっとカットします、ね。はい、続きまして、ちょっとね、印つけてもらって、ちょっと先に進んでみました。ここね、上の方ね、に行きます、行きます、というか。ですね、このね、茂みのモンスターがね、これ青じゃないでしょ。
こいつね、回復してくれるんですよ。回復してくれるかな。ああ、回復してない。ああ、そうそう、逃げたい。回復してくれたんです。今、満タンやからかな。いいやつなんです、あいつ。うわ、3体も来た、来ちゃったな。マジで合う攻撃だな。いやーこれまずいぞ。またはそうだ。合うやばいな。よし、行くとさ。もらえんとか。あ、こいつや。さあ、俺。あ、これか。あ、もらえんちゃうね。お前。アウトアウト。待ちます。そう、回復してくれんすよ。ほら。便利な。いいキャラクター。回復してさせてくれ、モンスターは何もしない。あ、またもう。あ、またもう。じゃないのか。あいつなんか動けへんねんな。赤いもんな。敵がね、なんか強いんですよね、今。あ、えらいのになってもうたな。うおー、31も食らう。勝てんのこれ。ちょっと待って。やばい。死ねえ、はよ。怖い。あ、よっしゃ。きつ。これ、干し肉か、これ、使っとかなか。好みのパンを、焼き芋。あ、40も回復するな。はい、ボーテ嫌やな。おるじゃん。だって、ドラゴン競争できないんで。よし、いけ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 。危ない、次来るか、早く。よし、やった、危なかった、怖い。レベル上がれ、やったぜ。押しに行く。でね、でも右になんかあるな。さっき右っていう。あーだ、あーいいな。星に行くとかで、え、ここどこしたんだか。あ、川の向こうか。行けねえねんな。おっと、ちょっと待ってよ。あたたた、あうふえ。もうぐらう。よくマザーシーって言うから、あ、ふえ。痛い。俺は大事な人も減らしやがって。行くよ。あ、おるね。モグラ。よし、そうか。どうせ一眼抜いてきてるやん、よく。よし。ああ、いいわ、いいわ、いいわ。ちょっと待って、待って、待って。見つかるの、戦う。戦うか、いか。戦って回復してからさ。ああ、やばい。これ、音違うじゃん。ちょっと待って。いや、勝てるかな。やばい。あ、でもそんなにあれやな。頑張れ。やばい。よし。よう勝った。70ぐらいのか。ちょっと待って。めっちゃ上がるな。
あ、もうちょっとやな。これ足りない。あれ、動くやつじゃん、どっちか。もうお家が恋しいで。いや、動くっしょ、動くっしょ。あ、動く、2体も動くんですか。そうですか。硬いね、あ、やばい。うわ、強い。ちょっと早死んで、やばいやばい、やばいやばい。あ、ウィー、ナイス。来てんな、あいつ来てるよ。死に猫使おう。この設計、アウサーケーキと気持ちは分かるが、行くな。めっちゃダメだったね。これ何？なんか、さ、日本代です、なんか。ヒットポイント88か。セーブがありそうな気がする。いや、なんかイベント始まりそう。あ、ちょっと待って。これでもついちゃったよな。待て待て待て。こっちさ、こっちなんかある。あ、セーバーだ。上行ったら多分イベント始まるよね。泣きそうなイベントが始まるかもしれない。もう、第一部。あ、でも、ちょっと待って。一回見て。ちょっと待って、これ。敵おらんよね。なんかないの？なんかないの？なんかないの？あ、なんもないんだ。動画を見とくか。で、一回切って、後編か。あ、なんかあんの？あ、お父さんのところのか。あ、でもこっちかな。かな。おお、来たか。森を抜けるのも随分厄介なことになったな。なんじゃ。あの、非常に説明しにくい。背中に昆虫みたいな羽を生やした空を飛ぶ水みたいなやつは、わしもどっかしらを噛まれてしまったようだ。もうすっかり良くなったが。いや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 、そんなことはどうでもよかった。クラウスの足取りがつかめたぞ。おう。カエルの情報に、カエルから情報出てるの？カエルの情報によれば、わしの友人のところにいるらしい。早速向こうではないか。アレックス入るの？アレックやった、アレックじゃねえか。え、これじいちゃん名前取ってんのかな、アレックって。ハイジー的な感じやね。ヒナが使ってたベッド。俺寝るとこでも。そう、鏡映るんですよね、これ。ダンドラ綺麗に装飾されているか。さあ、回復。フリント、わしがさっき言ったカエルの情報というところで、なんのこっちゃと思ったな。いや、めっちゃ思ったわ。ネズミこっち向いてるし。カエルはわしの友人のお使いさんなのじゃ、セーブできたやつ。カエルやらトカゲやら何やらと、自由に心を通わせることができるんじゃ。自由に心を通わせることができるのじゃ、苦手だ。ほれ、早速そこにトカゲが、カークレーラーが差し締めてくれる方向を進めるようにしよう。あれね、あれトカゲやったんかい。これか。フリントン。わしの友人について、それはどういうやつなんだと疑問に思っているだろう。友人は、いや、友人たちは人里離れた場所に、マジブシーなのだ。マジブシー。へえ。私はトカゲ。あなたの行くべき方向を指し示す。まあ、あれ、私。ああ。下ですか。
セーブするかな。これで一回、まあ、前編終わります。次後編、あれでもあっちついて、あ、そうか、あれしてないからか。後編に入ります。以上です。またみてね。